はい、どうもこんにちは。今回のまた逆転裁判1,2,3なるほどセレクションから逆転裁判1をねやっていこうかなと思います。前回はざっと言えば裁判が終わったでなんで今回ここから始めてるかっつうと、ナチュラルに次の章が始まっちゃったから、そうこっからやろうかなって思ってます。そう、多分逆転そしてさよならだから、いよいよ最終話になるのかなと思うわ。やっていこう。まあ、前回も復習もないからな、別に関連性がないから。ん？ 15 年ぶりだな。そうなりますね。君には想像もつかないだろう。どういう状況だよここで。この15年間私がどれだけ苦しんだか。どっちがどっちか分からんな。あなたが苦しんだ。そして今やっとチャンスが巡ってきた。そう、君に復讐するチャンスがね。なんですって？あ、メリークリスマス。どういう状況よ。ここで二人乗ることないだろう。普通船に。あ、水着。あのね、もう本当申し訳ない。本当に申し訳ないんだけど、これ前回さ、すげえナチュラルに始まったの。前回すげえナチュラルに始まってさ、今までだったらさ、オプションボタンが反応してるわけよ。こういう普通の画面はさ。あのムービーの時さ、まあ、ムービーではないけど、あの時さ、オプションボタン開けなくてさ、もうしぶしぶ待っちゃったんだよ。しぶしぶ待っちゃった結果さ、見ちゃったっていうね。正直に言うよ、俺は。ねえ、なるほど君。この辺りに滝ないかな、滝。滝？どうするんだよ、そんなの。何言ってるの、なるほど君。滝って言ったら撃たれるに決まってるでしょ。そういえば、まよちゃんは修行中の身なんだっけ。そうだよ、最近修行の方がおろそかになってるから、滝ぐらい撃たれておきたいなって思って。近くにひょうたん湖っていうのがあるけど、滝はないな。あ、あれ湖なんだ。じゃあ海じゃなくて、さすがに海だったらおかしいもんな。ないものはしょうがないだろう。シャワーでも浴びといたら。うん、そうする。やれやれ。では次のニュースです。ひょうたん湖で謎の巨大生物が目撃されました。ネス湖のネッシーにちなんでヒョッシーと名付けられ、大きな話題を呼んでいます。本家のネッシーが偽物だっただけに、ヒョッシーは本当にいるのか、日本中の注目を集めています。ああ暇だな。ニュースもろくなことやってないし。なるほど。シャワー弱いよ。シャワーがんの早えな。ちょっと手で触ったくらいかな。手で触って弱えってなったのかな。じゃあそうだな、消防署に行ってホースで思いっきりぶっかけてもらったら。うん、そうする。やれやれ。臨時ニュースが入りました。ひょうたん湖で今度は殺人事件です。またひょうたん湖か。今朝方、ひょうたん湖から男性の死体が見つかった事件で、警視庁は逮捕した容疑者の名前を氏名を発表しました。容疑者の名前は満木玲二、24歳。完全に一緒だな。満木は将来を約束された有名な若手検事でした。その彼がなぜ殺人を、日本中の注目を集めています。満木なんだって。どういうことだ、あの満木が。なるほど君。まよちゃん電話したら怒られたよ、消防士さんに。それどころじゃないよ、満木が逮捕された。え、あの検事さん。しかも殺人容疑だぞ。いつ、どこで、誰を、どうして、どうやって。知らないよ。すぐ行こう、ナラド君。どうしようか、これから。どうするって、とにかくいろいろ調べてみようよ。満木検事の話を聞いたり、現場に行ったり。そうだな。最初から迷っていても仕方ないか。どう
ここ固定なんだな、この2つは。何か気づいたことある？滝に打たれたらいい考えも浮かぶんだけど。行こうか。留置場面会できんの？全然関係なくない、俺言っても。そうだね、考えてみろ。私たちみんなここに入ったことがあるんだね。まあこの仕事をしていれば普通じゃないかな。誰かが聞いたら誤解するよ。お、伊藤。わっ、やばい。やったね、今迷いだったな。ほら帰るな、貢。何しに来た？なるほど、不機嫌だよ、貢剣士。そりゃ留置所に入れられてご機嫌ってわけにもいかないだろう。こんな私を見て笑いに来たのか。笑いたければ笑うがいい。どうした？さあ笑えよ。なるほど、笑った方がいいのかな。こいつ素直じゃないからな。笑ったら怒り狂うか泣き出すぞ。みつるぎ、笑いに来るほど暇じゃないよ。暇なくせに。まあ暇は暇だけど。見られたくなかった、こんな姿を君にはな。僕だって見たくなかったぞ。ミスリギ、事件のことを聞かせてくれよ。そんなことを聞いてどうするつもりだ？決まってるでしょ、助けるんですよ、ミスリギ検事を。はっ。助ける？私を？君が？うぬぼれるな。どういうことだ？君はたかだか3回の法廷に立っただけの新米弁護士だ。なんだと？そりゃ運よく勝ったかもしれない。だがラッキーはそう何度も続かない。実力だ、もっと実力をつけたまえ。なるほど、なんで私たちが怒られなくちゃいけないの？事件はひょうたんこで起こったんだろう。昨日の深夜だ。湖って裁判所や検事局とは随分離れてるよな。何をしに行ったんだ、そんなところに。君に言う必要はないだろう。貢剣士、まさか本当に人を？よし。え？よしを見に行ったのだ。よし？何それ？後で教えてあげるよ。剣のやつ、僕たちには話せないのか。まあまあ話したくない気持ちもわからんでもないわな。あ、結構でかそうな公園だな、これ。だいぶ木枯れてるけど、まあ冬か、冬だからか。ここが事件のあった、そう、ひょうたんこのある公園だよ。警官たちがうろついているね。聞き込みかな。あれ、あそこにいるの糸の子刑事だね。どうなんだ、これだけいて何かつかんだやつはいないのか？すいません、まだ。まあカモン、裁判は明日だぞ。何としても手がかりを見つけるんだ。しかしこうして手がかりがないから貢剣士殿は逮捕されて。そうですよ、犯人は剣士で。うるさい、もう一度そんなことを言ってみろ。許さんぞ、早く行け。お前ちょっとわからん、お前の声忘れたわ。いただくぞ、来い。またく。あ、ね、あんたは確かやっぱりくんだったっすな。なるほどです、いい加減覚えろよ。何しに来たっす、調査すか？そうですが。全面的に協力するっす、何でも聞くっす。あ、最後は手組むんだな。じゃあさあカモンっす。いつもと違う、どうしちゃったんだろう。あの、私たちまだ貢剣士から弁護を依頼されたわけじゃ。え？なんだ、そうだったっすか。どの子刑事、一体何があったんですか？え、知らないっす、事件のこと。はあ、全く呆れたおとぼけ弁護士ぶりっすな。おとぼけ？いっす、教えるっす。昨夜の午前0時15分頃のことっす。
ひょったんこにボートが一つ浮かんでいたっす。ボートには二人の男が。そこ見てんの？そこ目撃してんのか。そして片方の男がピストルでもう一方を。それが三剣賢治だった。それが三剣賢治だったんですか。駆けつけた警官が逮捕したっす。ずいぶん手回しがいいですね。それっす。目撃者がいたっす。そいつの通報で我々はすぐに駆けつけられたっす。深夜12時15分にさ、目撃者っておかしいよな。三剣賢治、まさか殺人なんて。ありえないっす。自分は信じてるっす。たとえ目撃者がいたって、そんなこと関係ないっす。そうですよね。関係ないっすよね。関係ないことあるか。でも、ジョドクさん、三剣賢治のことを信頼してるんですね。当然っす。しかし、正直なところ、警察ではもう三剣賢治が犯人ということに。この聞き込みもみんなあまり真面目にやってないっす。そんな。みんなあれだけ三剣賢治のお世話になってきたのに、今じゃあ彼を信じようとする者はいやしないっす。いいとどくさ。三剣賢治、明日の裁判の弁護はどなたが。まだ決まってないっす。え？明日ですよね、裁判。詳しいことは教えてくれなかったっすが、どうやら引き受けてくれる弁護士がいないらしいっす。まあでも散々さ、その三剣賢治にやられたからじゃないの。誰があんなやつの、俺をボコボコにしたさ、自分をボコボコにしたさ、賢治をさ、今さら受け入れようとしないんじゃないの。どうしてですか。三剣賢治は教えてくれないっす。まあ人望があるタイプじゃないもんな、どう考えても。でもこうやって糸の子さんが信頼してるってことはね、逆にあんのかな。あんたたちが来た時はてっきり引き受けてくれたのかと。はあ。お願いっす。彼の力になってほしいっす。その胸のバッジがただの飾りじゃないことを自分に証明してほしいっす。目撃者というのは悪いっすが、それは捜査の秘密っす。とにかくその人物は全て見ていたらしいっす。おそらく明日の法廷に出てくると思うっす。目撃者はその一人だったんですか。そうみたいっす。昨日の夜は特に寒かったし、それにほれクリスマスイブだったっすから。でも他にも目撃者がいたかもしれないと思ってこうして聞き込みをしてるっす。今のところ成果は上がっていないっすけど。そうか、今日はクリスマスなんだ。なるほど、なんかちょうだい。サンタさんにお願いしなさい。糸の子さん、調べさせてもらいます。ひょうたんこ自然公園と書いてある。休日は家族連れでにぎわう都会のオアシスといったところだ。でも滝はないんだよね。都会の人間は修行はしないからね。歯を落とした木々に冬の訪れを感じる今日この頃。冬は人を詩人にさせるな。ねえ、寒いよ。なるほど、早くどこか行こうよ。寒いって僕の詩か。ゴミ箱見れないのこれ。は？あ、じゃあこれ移動かな。移動で新しく出てんのかな。え、出てないよ。え、ちょっと糸の子さん教えてよ。いけないんだけど先に。糸の子さん、ちょっと。じゃあもう一回留置で行こうか。嘘。積んだ。積んでない、普通に。ちょっと待って。あれ？まさか弁護士バッジ突きつけるというのか、まさか。ここに来て。バレるぞ。飾りじゃないことを見せてほしいっすって言ってたからあるぞ普通に。泣くね、だって普通に。あれかな、三剣の前でさ、俺は弁護士だって言うのかな。じゃあやってみようか。
飾りじゃないことを見せてほしいっすって言ってたから、行ってこようか。目に入らぬか。弁護士バッジか。三つ木、僕にやらせてくれないか、君の弁護を。は、悪い冗談はよしてくれ。私はそこまで落ちぶれてはいないつもりだ。どういうことですか。たまたま3回少々しただけの新米にすがるなんてごめんだ。何ですって。確かに私は非常に不利だ。私が依頼した弁護士たちは全て断ってきた。どういうことだ。私には自信がありませんと来たもんだよ。もしかしたら彼らの依頼人を片っ端から有罪にしてやったからかもしれん。そんなわけないだろ。とにかく私には構わないでほしい。君には君にだけは依頼するつもりはない。剣さん。あ、君がやったのか。剣、こんなことを聞きたくはないけど、まさか君がやったんじゃないだろうな。どう考えるのも君の自由だ。しかし一つだけ頼みがある。なんだ。この事件に関わらないでほしい。どうしますか、ダイロド君は。あなたを助けようと。分かっている、分かっているさ。でも私は君たちには助けてほしくないのだ。ああ、どうして。とにかく私のことはほっといてくれ。なるほど君、ミスリギさん、やっぱり。マイちゃん、他のところを調べよう。なるほど君。すまんな、ミスリギ。あの、本当なんですか。ミスリギ。ミスリギ検事の弁護を誰も引き受けてくれないって。そうっす。ミスリギ検事はちょっとした有名人っす。その裁判で負けてしまっては自分たちの名前に傷がつくっす。それに三つ木検事はかなり不利っす。目撃者がいるもんな。あんたまで彼に背を向けるっすか。トルサマン事件を思い出すっす。三つ木検事の協力があったからあんたの依頼人は無罪に。分かってますよ。でも三つ木は絶対に頼む気はないそうですよ。僕にだけはね。なんすと。そんなはずはないっす。父様の事件が終わったとき、検事は言ってたっす。さすがなるほどだ。って、何度も言っていたっす。なるほど。何がさすがなのかな。わかんない。どうしてっすか、三つ木検事。わからないっす。磯野子さん。どうした、何か見つかったか。いや、それはまだ。署から連絡がありました。捜査会議だそうです。捜査会議。分かった、すぐ戻る。あー、すまんす、聞いた通りっす。何か聞いておくことはあるっすか。解剖記録聞いとこうぜ。あ、じゃあ今回の被害者のデータを。すまんす、死体の解剖記録はまだできてないっす。自分も報告を待っているっす。そうっすね、時間があったら署の方に来てほしいっす。あ、じゃあ初めて警察署行くのかな。話の続きはそこでするっす。糸の子刑事から警察署の場所を教えてもらった。あ、ちょっと糸の子刑事。なんすか。あの、公園の中調べたいんですけど、歩き回ってもいいですか。あ、いいっす、協力するっす。許可するか。許可するっす。いやいや、なるほど。許可をもらうにはその人が忙しい時を狙うに限るね。生活の知恵ってやつだな。さあ、いろいろ調べてみようよ。まあ、てなわけで、ね、ちょっと今回は、これぐらいで終わろうかなっていう。言うてなんだかん、多分もう20、ちょ、入って終わろうか。あ、トーサマンジあるやん。ちょ、これ終わろうか。じゃあ、あざした。って思ったんだけど、なんかよく考えたらっていうか、一回切ったんだけど、20分しかなかったから、あと10分ぐらいあるわ。
ここの多分広場調査したらちょうどいいかな。うん、これが氷炭庫。そうだよ。うわーって言うほどのこともないけどね。琵琶湖イメージかな。まあ確かにね。それよりあれ、あの屋台。殿様まんじゅうって。あん、食べたいよ、殿様まんじゅう。きっとすごく美味しいよ。でも売ってる人いないんじゃないの、さすがに。確かにまんじゅうだからな。でもなぜ今、あえて殿様なのかな。ヤングが夢中なのは姫様なのに。ねえ。ねえと言われても。あ、でもクリスマスちゃんとあれリースだっけ？あるじゃん。200、300円の下に。まんじゅう屋台らしい。今はやっていない。和風の佇まいに悪趣味なクリスマスの飾り付け。そして上りには、殿様まんじゅうの文字。この節操のなさはすごいな。クラッカーね、クラッカー。あ、こんなところにクラッカー。あ、じゃあ銃声じゃないんじゃないの？クリスマスだからね。で、何かの手がかりになるかもしれないよ。もらっておこうか。自分が鳴らしてみたいだけだろ。あは、バレちゃった。クラッカーか、どうしよう。もらっとこうぜ。そうだね、じゃあ、あれ？クラッカーがない。もうポケットにしまっちゃったよ。糸を引けばパンとなる。これね、大事よね。銃声だったかもしんないよ。銃声的なね。違う。プラスチック製のベンチが並んでいる。まんじゅうを買って食っていけというつもりだろうか。こう寒くては座るやつもいないだろう。いや、まんじゅうがあれば迷いちゃんなら座るかも。広いね、ひょうたんこ。そうだね。ね、なるほど。ね、なるほど。どうしてひょうたんこなの？ああ。昔この湖はひょうたんの名産地だったんだ。あ、ひょうたんの形じゃなくてね。それは意外。私はまた上から見たらひょうたん。いやー、かぶった、お前と。お前とし発想がかぶったわ。そんなありふれた理由かと思ってたよ。ま、そういう説もあるみたいだけど。なるほどね。妙に目立たない道しるべが立っている。左ボート乗り場、右公園出口。あとは空き缶か。ゴミは入っていない。この公園は管理の良さが売りだからな。なんもなくないですか？びっくりするぐらい何もないけど。ちょっと待てよ。びっくりするぐらいなんもないな。終わりか。移動もできないしな。あ、てかまあそっか。クラッカー持ったからまあ、あれか。あ、ひょうたん森がある。あ、怪しい。いいところだね、なるほど。見て、誰かキャンプなんかしてるよ。殺人事件があったってのにのんきなもんだな。ねえねえ、キャンプしてたんなら何か事件のこと知ってるかも。確かに、その可能性はあるか。そうだね、ちょっと話を聞いてみようか。まあ、そらね、そらそうでしょう。ずいぶん乱暴に扱われているらしい。ボディのそこら中がデコボコしている。こんなところまで車で入ってくるとは。どういうこと？そんなことある？看板には一言、キャンプ禁止と書かれている。わざわざその前にキャンプを張ると。じゃあもしかしてこの看板が放火禁止だったら。そんなわけないだろう。そうかな。まあでも火かえてるもんな。さまざまな木がびっしり立ち並んでいる。奥の方は闇に溶けている。日の光が届いていないの、だろう。ねえねえ、なるほどくん。なんだ、また食いたいとか言うんじゃないだろうな。違うよ。なんで飯盒ってペコってへこんでるの？六法全書には書いてなかったよ。じゃあ法律で決まってるわけじゃないんだ。勝手に納得してくれているみたいだ。なんかね、調べ、今から調べてよって言うかと思ったけどな。
ビニールシートの上には食料に情報雑誌。この寒空の下でキャンプとは相当のつわものだな。え、これ見れんの？え、これ見れないんだ。へぇ。これ怪しいけど。このカメラ、マイクと機械がセットされている。多分何かの音に反応してシャッターを切るんだろう。いや、怪しいじゃん、絶対じゃあ。絶対そんなのさ、クラッカーで音鳴らしてさ、そのね、音に反応してさ、写真撮ったみたいな、そんな感じじゃないの。すごいな。ちょっとやってみようか。ここ。もうく、なるほどく。声が小さいのかな。なるほどく。おかしい。なるほどぞ。やめてくれ、恥ずかしい。壊れてるよ、この機械。蹴るな。人間の声には反応しないんじゃないか。じゃあ何、これなら反応するの。クラッカー。パーン。めっちゃ撮るじゃん。めっちゃ撮るじゃん。反応したよ。ああ。なんだこいつ。なんだこいつ。お前の声わかんねえよ。こら、ちょっとおばちゃん引き付くか。ちょっと似てるし、髪。こら、触ったらあかん。ちょっと低いな。ああ。どうしてくれるん？ちょっと完全に無理なんだけど。ヒレの一本無駄になったやん。どうも。むっちゃ高いフィルムやねんで。ごめんで済めば警察いらんわ。あ、私その練習をしま。なんでこんなとこでクラッカー鳴らすかな。何や。あら、関西人ってケチですね、みたいな顔して。言うとくけど関西人はケチちゃうで。うちが個人的にケチなだけ。何や、あんたはこのお嬢さん、お嬢ちゃんの保護者や。いや、なんというか、知り合いみたい。はいはい、もっとチャキチャキ喋る。本当にこっちの人間と喋ると疲れるわ。やれやれ。とりあえずお金は払っておくか。気付けや。はい。後で払えよ。ごめんなさい。なんや。うちは今カメラのフィルムを変えとるんや。どっかの方が一本丸々無駄にしてくれたし。ごめんなさい。ダメだ。何か気を引けそうなものを見せた方がいいな。え？なんや。気を引きそうなもの。あ、これはあれでしょう。それこそさ、弁護士バッジじゃないの。いよいよ。これ弁護士バッジでしょう。これ。おいおい、目に入らぬか。行ってみようか。時間があれだな。言うて思ったより経っちゃったな。じゃあ、ここで終わろう。ここで終わって、繋ぐわ。じゃあ、あとした。